もっと知ろう、尖閣で何が起きているか、尖閣を守る部隊について。世界中が中国から拡散した武漢コロナウイルスにより大きな被害を受けており、シナ共産党政府は世界中からの非難に対して居直った態度を続けています。また、武漢ウイルスでどれほど防衛体制が影響を受けているのか調べるためか、挑発行動を過激化させています。日本においても尖閣諸島周辺の日本領海内で操業中の漁船をシナ共産党政府公船が追い回すなどの事件も起きています。裏は取れておりませんが、一部の情報では、海保の巡視艇が機関砲のカバーを外して漁船の救助に向かったとの情報もあります。これが事実であれば、海保が機関砲、海保では機銃と呼ぶのカバーを外した状態で任務を遂行するのは2001年の九州南西海域不審船事件以来ではないでしょうか。国会議員の中にも尖閣の緊迫した状況について国民の皆様に知ってほしいと SNS を使って情報発信している方もいるようです。日本政府も報道機関も積極的に情報発信していないのですが、緊迫した状況になってきているのは間違いないと思われます。近藤は、このような状況について、日本政府に対して、強い憤りを感じます。なぜに政府として、このようなことが起きていますと、しっかりと国民に知らせないのでしょう。海上保安官が動画を公開したシナ漁船衝突事件や、小笠原赤サンゴ密漁事件の際の SST 出動事案等、政府は情報を隠蔽しすぎでしょう。日本国民が怒って、シナ共産党政府と不仲になるのが怖いのでしょうか？ですがそれを判断するのは国民それぞれです。政府は正しい情報を開示し、国民の判断に従うべきです。国民がそんな国と仲良くする必要はないと判断すれば、政府はそれに従って政策を進めるべきでしょう。情報を隠す政府には本当に辟易します。情報開示は民主主義の根幹だと思います。マスコミについては、程度が低すぎて意見するのも面倒です。近藤としては、マスコミはどうでもいいので、日本政府に頑張って情報発信していただきたいです。このような緊迫した状況の中で、国民からの関心も少ない中、日々寡黙に、地道に、献身的に、身を落として、我が国の領土領海領空を守る部隊と人々がいます。今回の動画は、その部隊をご紹介していきたいと思います。まず、シナ共産党政府公船と直接対峙している水上部隊です。海上保安庁の第11管区海上保安本部本部所在地、那覇となります。その中でも、尖閣領海警備専従部隊として、石垣海上保安部と那覇海上保安部で合計12隻の巡視船が配備されています。石垣海上保安部、尖閣領海警備専従部隊所属。那覇海上保安部、尖閣領海警備専従部隊所属。また、専従ではありませんが、専従部隊に迅速な増援を送るために、宮古島海上保安部に9隻の下地型巡視船を配備しています。専従部隊の国神型の諸舷は、以下の通りとなります。専従部隊の津軽型の諸舷は、以下の通りとなります。シナ共産政府公船には、元海軍艦艇なども含まれており、1万トンを超える大型船、4000、5000トン級には、軍艦の装備である76ミリ速射砲なども搭載されています。
3000トン級にも一部搭載されています。支那高専は3000トン以上の大型艦が中心で、日本の専従巡視船は1700トンで20ミリバル艦程度なので、数でも大きさでも装備でも大きく溝を開けられています。海保は純然たる警察組織、支那の海警は準軍事組織です。もし何かあれば正直勝負にはなりません。そのため、海上自衛隊の存在が非常に大きくなってきます。海上自衛隊は、潜水艦の運用状況については、非中の日としてほぼ公表していませんが、南西諸島水域には、常時4隻から6隻の潜水艦が活動していると思われます。中には南西水域に着艇して、情報収集及び警戒監視している艦が、最低1隻はあると思われます。たまに海藻に覆われた潜水艦が呉に寄港することがあるのですが、それは間違いなく光の届く浅めの海域に着艇して情報収集、警戒監視を行っていたからでしょう。海藻が船体に張り付くほどですから、かなりの期間着艇して任務を行っていたと思われます。また、各護衛隊群や佐世保、呉の地方隊から随時、南西水域には水上艦艇が派遣されており、尖閣周辺の体制が海保だけの状況にならないよう、海自も実はやりくりをしているようです。補給や乗員の休養などもあるので、そろそろ那覇にも地方隊を置くべきではないでしょうか。また、海保は沖縄諸島などに航空部隊を持っており、常時空からも警戒監視活動を行っていますが、数も装備も不足しており、海自の対潜哨戒機がそれをカバーしています。那覇航空基地に配備されている第5航空群第5航空隊です。領空については、日常的に防空識別圏に支那海空軍機が侵入しており、空自の最前線である那覇の第9航空団は、連日スクランブルを行っています。令和2年4月では91回のスクランブル発進を行っており、これは例年の月間スクランブル発進数の倍の数字となっております。そのうちの7割が支那軍に対するものでした。他にも陸自部隊も南西諸島に部隊を増員しています。2019年に設置された宮古島駐屯地には西部方面特化隊第5地対艦ミサイル連隊の第302地対艦ミサイル中隊が配備されています。この部隊が装備しているのは1蓋式地対艦ミサイルで、射程は 200km 程度とされています。しかしこの射程だと宮古島北端から尖閣諸島の魚釣島の距離とほぼ同じであり、尖閣海域の領海全域を射程に収めるには少し射程が足りません。そのため、射程の延伸を目指して、改良型の開発が始まっています。日本の海保も自衛隊も、少しずつ装備を増強したり、部隊配備を見直したりしながら、南西シフトを進めていますが、支那共産党政府の動きの方が圧倒的に早いです。もっと、国民に真実を知らせて、理解を得るべきでしょう。日本国民は、皆冷静で賢いと思います。今回のコロナの一件でもそうですが、世界中どの国もできないことをやってのけています。これは国民が優秀だからです。その国民に真実を伝えて、どうすべきか真剣に考えないといけないのではないでしょうか。近藤は、尖閣で何が起きているか政府に公開してほしいと思っています。毎日、命を落として任務に当たっておられる方々に本当に失礼だし、無礼だし、甘えすぎだと思います。何卒お願いします。ご視聴ありがとうございます。今回の新防衛研究チャンネルはいかがでしたでしょうか。今後とも新防衛研究チャンネルをよろしくお願いいたします。コメントやチャンネル登録もどしどしお待ちしております。次回もお楽しみに。 Thank you for viewing. See you next time. Bye bye.